はい、それでは皆さんこんにちは。まあ、今ご紹介いただきまして山本です。大変簡単なご紹介で非常に分かりました。ありがとうございます。まあ、ただいま前半はですね、まあ、ご参加いただけない方もいらっしゃったんですけれども、まあ、歩いてまいりまして、ちょうど今歩いてまいりましたところをですね、まあ、初めてのここからご参加の方もいらっしゃるので簡単にご紹介いたしますと、ここは文科省でして、こう日比谷公園の方に向けまして、この辺通りましてですね、桜田門、一応中に入って、中というのか桜田、外桜田門と内桜田門の間、桜田門中あたりに行って、で、直輔邸、この辺が、で、三の比叡神社ですね、に行ってですね、っていう風な形で戻ってきて、虎ノ門を経由して、で、これ江戸時代になると、これ江戸東京重ね地図という大変便利なソフトですね、で市販されております。で、江戸時代と現在、重ね合わせた地図なんですけども、文科省がこの辺で、で、ここを通ってですね、この辺りを歩いていってですね、でこれは毛利家、長州藩の毛利家の、ここが今日比谷公園になっているんですね。で、ここは上杉家の上屋敷跡であります。で、ここは桜、もちろん桜、これ、ね、桜田門外の変化をして、で、ここは井伊家です。井伊家の屋敷の跡です。で、この中を、歩きましてですね、三の比叡神社行きまして、で、ため池って、これ江戸時代は池だったわけで、これ池の中に今歩いて帰っていってるわけですね。このため池は今どうなってるかっていうと、外堀通りという、道に変わっている、まあ、こういうルートを歩いてまいりました。ここは井伊直輔の屋敷跡、この建成記念館ですね、になっているというようなことですね。ということで、また今回ご参加なかった方もおられますのでですね、ぜひまた無理があればちょっと歩いてみたらいいかと思います。ただちょっと注意がありましてですね、ここは文科省、今この辺にいるんですけども、ここに三年坂っていう、ここで転ぶと3年以内死ぬという言い伝えがあるので、ぜひここ歩かないように、ね、していただきたい。財務省と文科省の間でありますね。まあ、もちろんこじつけでありますけど、まあ、それはあまりご気になさらずということでございます。はい、それでは今の地図も頭に入れていただきながらですね、お話を進めていきたいと思います。で、だいぶ現場で喋りまくってきたので少し声が枯れ気味なんですけども、またそれもいいものですので、まあ、勝手に決めずに聞いていただければと思います。で、藤田秀平が描いた江戸東京ということでお話をいたします。で、藤田さんはですね、うなさか半物っていうのが大変今人気があってですね、で昨年も小川のほとりっていうのが映画化されましたよね。まあ、そういうことで藤田以外ですとですね、まあ、黄昏政府2002年以降ですけど、ほとんどこのうなさか半物っていうのが映画化されてる。ただ舞台化されて去年12月にですね、どこだっけ、民芸、劇団民芸が橋物語ですよね、こう脚色した。ですから江戸物だと大体この何ですかね、シンパみたいな感じの、演劇化されましてですね、それでうなさか半物が映画化されるっていうパターンがこのところ続いてるんですね。で、ちょうどその間にあるのがですね、今回主として取り上げるそのいわゆる歴史小説でですね、江戸を取り上げたものですね。これなかなか映画化されたり舞台化されることがなくてですね、ということで、もちろん江戸物で人情物、市井の人情物もたくさんありまして、それも取り上げますけれども、ちょっとそういう世界もですね、せっかくこの文科省の場所におりますのでですね、味わっていただければと思っています。なかなかちょっと歴史上の実際の人物を取り上げたら敷居が高いみたいな感じがあるんですけども、まあ、藤田さんならではの味付けがされておりますので、そのことを、知っておいていただければと思っています。今こう画面ございますけど、皆さんお手元の資料ですね、非常にこう、大きくして見やすくしておりますので、もしかしたらそちらも見やすいのかもしれません。はい、これは文科省と山形ですが、国の威信をかけてやってる公演なんですので、ね、あとは日本海海戦に匹敵するような大変な事業です、
ございますので、まあ、こういう感じで、聞いていただければと思います。でこれはですね、あの漆の実の実の録に藤沢さん最後の長編の冒頭の、シーンなんですね。でこの竹のまた美作正綱っていう、まあ、人がですね、まあ、この改革の中心にあったわけでありますけども、ですね、この中でこの米沢の上杉家江戸上屋敷が出てくるわけです。さっき挙げたですね。でここはどうなってるかというと、大事なのはこの部分でですね、久しい以前から痛みが来ていて、事実は建て替えを必要とするほど古びているのだが、藩の財政状態は急防のどん底があって、天下の藩の対面が保てるかどうかというところまで追い詰められたっていう、つまりそのもう財政なんかですね、あの行くとも行ってしまって、上杉藩がもう存亡の危機に立たされているっていう設定なんですね。そういうところから始まります。でそこにですね、上杉鷹山、まあ最初鷹山と言ってないわけですけれども、というその、まあ、救世主が現れる、救世主じゃないかということで、その古い家臣たちが期待するわけですよね。というところから始まる。大変の静かではあるんだけども、いかにもその何ていうんですかね、上杉藩が大変だなということを感じさせる文章だと思いますね。でこういうところから始まっていくんですね。で上杉家ってのはご存知のように大変な名家でありますので、やはりその対面というものが非常に大事。ただあの途中でですね、120万石最初あったものがですね、関ヶ原で30万石になり、そして途中で藩主が跡継ぎを決めずに亡くなることで15万石減らされるというようなことでですね、その対面を保つなんてことは到底できないような状態になって、もう一層その藩を返してしまう、幕府に返そうかというところまで行ってしまう、まあ、そういう中に現れてくるのが上杉鷹山なんですね。ですから歴史上ですね、非常の名君として称えられていて、これは鷹山という人は財政中生きている間からもあの常に表彰を受けたりとかしているような人なんですね。あの将軍から表彰を受けているってこともありますけれども、ただそういうのにですね、藤田さんあの、最後の長編として挑んだのは何かっていうと、やっぱりその人間鷹山、人間上杉鷹山ということなんだろうというふうに思うんですね。まあ、そういう中でこのふるさとである、まあ、米沢ですね、とそして、この江戸っていうのが両方舞台、まあ、主として米沢が舞台になるわけですけども、まずその江戸でですね、鷹山という人自体がまあ養子に入った人ですので、高鍋という宮崎のですね、日向の高鍋藩の子供から上杉家に入ってくるわけですよね。まあ、そういう中でこう、ひそかにですね、期待を抱いていくっていう、まだこれ若い子供の頃の鷹山から始まるんですけども、もしかしたらこの人がその上杉家を立て直してくれるかもしれないってことを家臣たちがですね、期待していくと、そういう場面ですね。そういうとプロローグの場面にここのこの近くのですね、上屋敷が使われているということでございます。